おはようございます。4月29日、9時43分、モーニングショットをお届けしたいと思います。はじめに、本日の売買方針でございますが、ドル円は売りから108-6070戻り売りで、8-90にストップを置いて、108円2010での買い戻しをイメージしました。ユーロドルは1.21-1505で買いから、 1.2080でストップ1.216070でリグイユーロ円は131円4030で買いから131円の10でストップ131円90132円ちょうどでリグイをポンド円は150円9585で買いから150円の70でストップ 151円90152円ちょうどで利食いをタイドルは1.393525で買いから1.39ちょうどでストップ1 3 9 9 0 1 4 0 0 ○で、えー、こちらの方は利食いオ、えージー円は84円の4535で買いから84の15でストップ85の 1525で利食いをタイドルは0.778575で買いから0.7755でストップ0.781525で利食い最後にニュージーエンは78円6555で買いから78円35でストップ79円1525で利食いを。 タイドルは0.724535で買いから0.7215でストップ0.73ちょうど0.7310で利食いのイメージを作りました、まあ、昨日何度か書きましたように、えー、マーケットは、えー、ちょうど、まあ、あ3日前、えー、2日前に、えー、売ってやられているので、えー、昨日は売れないと そうすると、にわかブルになる可能性が高いと、そうすると、マーケットがです、ね、結果的にはそのロングで落ちてくるだろうと、ただし、60は買いたいなというふうに朝方も考えていて、かなりビットを下げて、60で置いて、夜も60に置きました。 高値は108円の9707をリグいでイメージをしてましたが、ちょうど077ですかね、えー、昨日高値ありまして、えーまあ、自分のイメージ通りのところで上値止まった、まあ、ただそこもですね、ロングを持ってたら当然リグうんでしょうけど、ロンンが作れていない、でショートは、ままあそこはやっぱり触れないですねで。結果的には何もできずに、ドル円はやらずに、えー、もうそのままオーダーを置いて、 えー、眠りましたけど、えー、ちょっと今日は寝坊していて、えー、オーダーがついた時には、ちょっと自分はあのー、眠っておりました、で、60の買いが入って、えーまあ、朝方見て、えーまあ、下は5、7までとで、上もちょっと重たそうだし、買い下がっちゃったし、えー、じゃあちょっとやめとくかということで、6、えー、1台でやめて、まず大正解でした、そのまま全然上がることなく、ずるずる下がりましたんでね。 でこれ考えますとやっぱりあの上値が相当重たいそのようなイメージがありますのでやはり今日は売りから入りたいただ108円が割れてく相場感ではないので2010でしっかり買い戻しをしようとそのようなイメージで持っておりますあと一つご質問いただいておりますアメリカの雇用統計や経済指標について市場予測値はロイターやブルンバーグなどが作るのでしょうかまたその値はバンコク統一の値段でしょうかとこういうふうにいただきました えー、これはあの作っているのはロイターやブルームバーグが作るのではなく、各金融機関、まあ主に銀行ですね、が予測値を作っています。でそれをロイターやブルームバーグが集計をしているといった形です。えー、あそれと、まあ、これに関してはあのバンコクの統一の値だというふうに私は考えています。えー、ですのであのまあ、金融機関の数が例えばロイターなんかですと。 雇用特計は大体90から100ぐらいの金融機関の、えー、値をこう集めてきて、それで、まあ、中央値と言いますか、中心値を出して、単純に平均ではない感じですね、えー、あの全部を足して、えー、その平均で出しているのではなくて、えー、やはり中央値を見て、えー、やはりあ,の、まあ、ある程度、金融機関の数も含めてだとは思いますね。えー 値を出しているとですからその中央値に対して実際出てきた数字がどうだったかというまあ見方を書く原稿がさらにしてそれが予想より良かったか悪かったかあまり自分たちの予想というよりはマーケットの市場予想に比べて良い,いか悪いかを判断をして売り買いをしているとそんな形になっているかなという風うに思っていますまたご質問ございましたらお待ち申し上げておりますメールでお寄せくださいそれでは失礼いたしますモーニングショット終了です